こんにちは、水彩画の酒井です。今回は早朝の街角風景を描いてみたいと思います。朝5時半ぐらいから銀座の街を歩いてみました。まだ車も少ないので街の様子をゆっくり見ることができました。柔らかな朝日に包まれた銀座の様子を水彩画で描いてみたいと思います。水彩用紙はアバロンの F65 サイズのスケッチブックを使っています。こちらの風景をモチーフに選んでみました。建物の微妙な形のところをいきなり水彩で描いていくのは大変なので軽く鉛筆で印をつけています。そこからまた大きく捉えてまず広い部分の空のところから塗っていきます。6月下旬、朝5時半ぐらいからこの辺りをぶらぶら歩いてみましたけれども、ちょうど6時、これは50分ぐらいの風景となりますね。ビルに入る斜めの光の状態がちょうどいいなと思いましたので、この時間帯の風景を選んでみました。はじめは細かいところにこだわるのではなくて、全体の明暗の調子を見ていきます。それで最初に大きく塗った中に色を落としていくような感じで、にじみをたくさん作っていって、柔らかな調子を最初に作っていこうと思います。ビルの壁に斜めに差し込む光の感じを描いていきますと、このビルの壁のところで、単調になりがちなところ変化をつけることができるものですから、ここをうまく利用していこうと思います。このぐらいの感じまで一気に描いて、それから少し乾かして細かなところを描いていこうと思います。
今回はこの段階が結構大変でした。あまり書きすぎにならないように、それからそうですね、大きな雰囲気は掴んでいきますが、細かなところにこだわるんじゃなくて、全体の色の雰囲気を掴んでいこうと思います。こんな感じになりました。右の方の人物の位置が少し高いかなと思いましたので、ここをまた消して描いていくことにします。今消した状態になりましたね。この歩道のところ少し高くなってますので、人物の位置が高くなってもいいのかもしれませんけれども、あまり人物が高くなると不自然に見えますので、ここで言うと本当に1ミリぐらいですけれども、最終的に低く描こうと思います。それからこの木のところ、ベースに塗った色をうまく活かしながら、そこにまたさらに木の部分も描いていこうと思います。最初に結構勢いよく大胆に塗っていくんですが、やはり明るいところも塗りすぎてしまって、暗くなってしまったところがありますから、ある程度様子を見ながら、絵の具を剥がして明るい部分を作っていきます。それからまたさらに暗いところをきちっと抑えて、全体のバランスを見ながら、この辺りは、写真を写すというよりは画面の中でのメリハリですね。このあたりを考えながら描いていきます。手前の地面のところですね、ここを暗く抑えるときっと落ち着いて、遠くのビルのところが綺麗に見えるかなと思って今暗くしています。でこのぐらいの色がいいかなと思ったんですが、そこにちょっと青を加えたら、少し青くなりすぎました。でもですね、このカメラが少し青に反応しすぎる傾向にありますから、実際はここまで派手な青になっていません。最後にスキャナで撮った映像を見ていただきますので、ここまで派手な青ではありませんけれども、今少し強いような気がしますね。それでなんとなくそれに合わせてというわけではないですが、上の方に黄色を多めに入れてみました。この辺で、少し温かみのある光を加えた方がいいのかなと思ってやりましたけれども、でもモノトーンの調子のこの風景も良かったかもしれませんね。完成に近づいてきました。不透明の白を使っていこうと思います。車の上の逆光で光っているところ、この辺りに不透明の白を使ってハイライトのところを入れていきます。ハイライトの部分の不透明の白、結構たくさん入れてみました。ここまでないところもあるんですけれども、画面を見ながら少しメリハリがつくように、入れてみました。こんな感じで、完成です。こんな風に出来上がりました。最後までご覧いただきありがとうございます。
早起きをして、早朝の街を歩いてみるのもいいものですよね。日中とはまた全然違った雰囲気を味わうことができました。それではまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。